皆さんこんにちは。元気ですか？はい。第32課の勉強です。シュミットさん、元気がありませんね。どうしたんですか？最近体の調子が良くないんです。時々頭や胃が痛いんです。それはいけませんね。仕事が忙しいんですか？残業が多いんです。ストレスかもしれませんね。一度病院で診てもらった方がいいですよ。そうですね。無理をしない方がいいですよ。今の仕事が終わったら休みを取ろうと思っています。それはいいですね。質問、シュミットさんはどうしましたか？質問、シュミットさんは病院へ行った方がいいですか？質問、シュミットさんは今の仕事が終わったら何をしようと思っていますか？どうしたんですか？やけどをしたんです。じゃあすぐ水道の水で冷やした方がいいですよ。ええ、そうします。質問、やけどをしたときどうすればいいですか？雨が降るでしょうか？暗くなってきたから降るでしょう。雷が鳴っていますからきっと降りますね。質問、雨は降りますか？京都のもみじを見たことがありますか？ええ、あります。来週行こうと思っているんですが、とても綺麗ですよ。でも、京都はちょっと寒いかもしれませんから、セーターを持って行った方がいいですよ。そうですか。ありがとうございます。質問、京都へ行くとき、セーターを持って行った方がいいですか？来週の土曜日は漢字の試験です。今度の試験は難しいですか？ちょっと難しいかもしれません。でも毎日少しずつ勉強すれば100点取れますよ。質問、漢字の試験はいつですか？質問、今度の試験は優しいですか？質問、どうすれば100点が取れますか？はい、32課の勉強はこれでおしまいです。じゃあまた、さよなら。